トロッポとは、米トロッポ社が提供するパスである。クラウド上にあるプラットフォームで提供されている API を使用し、電話の受発信、電話の音声の録音、音声データの電話による再生、文字を音声に変換する音声合成、音声自動応答及び転送、SMS 配信を標準的な Web 言語を用いて、アプリケーションに組み込む開発をサポートする。全世界で、 サービス利用開発者数は20万人、サービス提供国は42カ国以上に上り、日本でもサービスが提供されており、アクロスウェイ株式会社がその代理店である。アメリカ合衆国フロリダ州中央部のオーランドで、ウェブデベロッパーがテレフォニーアプリケーションを簡単に開発できることを目指して、1999年にジョナサン・タイラーらによって、 トロッポ社の前身であるバキシを社によって設立された。2000年、2001年に開発費用として、クロスポイントベンチャーパートナーズ社やメイフィールドファンド社、等の投資ファンドから4000万ドルが出資された。2004年の9月にプライベートカンパニーを中心に M&A を行い、また、音声や SMS、インスタントメッセージ、ツイッター向けのマルチクラウド型、 コミュニケーションプラットフォームトロッポ事業が分離し、トロッポ社となる。2015年5月7日にシスコシステムズにより、買収された。この買収により、シスコスパークというサービスに影響を及ぼすこととなる。シンガポールで開催された LTE アジアコンファレンス2014でトロッポは、イノベーションアクセラレータ賞を受賞した。ありがとうございます。